ドラコクッキング。今回はドラコがマスタードを使って料理をします。おはようございます、ドラコです。今日はですね、ついにこれをやります。はい、これ前紹介したタキオンからもらったマスタードです。これを使って料理を作ろうと思います。ちょっと撮影、料理中とか私映んないですけども、まあなんとかうまくやって撮ろうと思いますので、よろしくお願いします。それではキッチンへゴー。まずは玉ねぎをみじん切りにします。なんとかみじん切り成功しました。はい、みじん切りの玉ねぎを皿に移して、ついにマスタードをそれに入れていきます。おー、取りながら難しいな。どんな、ん？なんだこの色。これマスタードか。すんごい濃い色。いや、これ大まあこういう色なのかな。うん、黄色いと思ったんですけどね。これほんと食べ物だよな。とりあえず、いや大丈夫かな。はい、これをパンの上に乗せてベーコンを添えて出来上がりです。うん、色がすごいな。とりあえず食べてみましょうか。はい、戻ってきました。それでは早速食べてみたいと思います。香りはね、マスタードだわ。まあ、間違いなくマスタードの部類ではあると思うけどね。マスタードのイメージがね、黄色だったんだけどね、これは完全にね、黄土色というか土色というか、あれ色だよね。色は良くないよね。まあ食べたらわかるよね。食べてみたいと思います。よしよし、こんな感じ入ってますよ。わかるかな、この色だと納豆が入ってるな、本当に。いただきます。うん、うまいわ。そうね、玉ねぎの味が効いてますね。意外と辛くないというか、マスタードっぽさがねないに等しい。うん、甘い。うん、甘いですね。辛さじゃなくて、なんか好きな味です。普通にやっぱりマクドナルドとかのマスタードに似てますね。うん、大成功。タキオンありがとうね。意外と美味しそうでしたね。それではまた今度。